今回は新橋でサドンデスありのスピードバトル打ってきました。トンラス終了時に4万点を超えてないと乱入してゲーム続行となります。ラス目でも安手で上がって次の曲につなげたり、条件が足りてなくても4万点を割らせることによって勝負を持ち越せます。トップ目でも上がって決めに行かなきゃいけない、サドンデスの楽しさですね。それでは今回は一体どんな対局であったのか、動画の方をどうぞ。今回は新橋にやってきました。これからバットビートでバチバチのサンマ打ってきます。サンマのスピードバトルで抜いた鼻灰によって効果があります。到着しました、バットビートです。今から入っていきます。新橋のバットビートで3回目の実践動画になります。簡単におさらいします。サンマのありありのスピードバトルで3万点もちろん4万点返しで、トンラス終了時に4万点超えてなかったらサドンデスになります。特徴的なのはこの抜きドラになります。エースが抜いた時点でチップ3枚割る、キングが上がった時にチップが倍になります、ジャックが缶1つにつき2枚、後引きでも OK です。缶している状態でジャックを持ってきても2枚になります。クイーンがリャンハン増しです。抜きドラプラスリャンハンなのでこれ1枚でドラ3になります。5が全てドラになってて赤金虹です。赤がただのドラで、金がチップ1枚、虹がチップ2枚です。白ポッチが入っていてリーチ5オールマイティ。2着が4万点以上0枚、3万点台がマイナス2枚、2万点台以下がマイナス5枚、3着は点数にかかわらずマイナス10枚です。このルールで今から実践やっていきます。これより対局の解説をお送りします。当院局シャーチャスタートでドラが老僧、キングを抜いて自家製のシャーがドイツになりました。キングが上がった時にチップが倍になります。ピンズでペンチャンのケアできてマンズを払っていきます。散風や小数詞の可能性を見てパーピンを切りました。手牌は5ブロック揃っています。チートイツのイーシャンテンになりました。ピンズのメンツが完成してテンパイした時の上がりやすさと本一の意向を見てソーズのカンチャンを払います。7巡目にテンパイしました。リーチをかけます。リーチチートイツドラさんのハネマンのトンタンキのテンパイです。神茶から追いかけられた同順に積もることができました。裏は乗らず4000、8000の上がりです。トン2局なんちゃでドラが嘘を、神茶が切ったイーマンをポンして厄介バックで進めていきます。トンが重なりました。6ブロックに行きました。パーピンを切ります。そして神茶が切った9ピンをポン、2つ晒してトンの取り立たし、ダブトンにあるトンを切って3元牌と自家製の難を残しました。本路とは追いません。サンマのスピードバトルで4万3000点持ちのトップ目です。対面からリーチが入ります。リャンウソ待ちで追いつきました。厄介のみの1000点の両面テンパイ、両系でリーチに対してプッシュしていきます。3段目にダブドラの赤ウソを積むことができました。厄介赤ドラ1300の上がりです。トンラスとなります。親番中でドラは2ピン、4万8000点持ちのトップ目、サドンデスがあります。トンラス終了時に4万点を割っているとゲームは続行となります。ツモパーソーでソーズが3面チャンの受けになりました。本一を見て9万から切ります。3枚目のパーソーを積もりました。ターツが足りていません。神茶が切ったナンをポンして本一で発進します。ドラそばの3ピンから先に処理しました。イーマンを積もって手に残します。四条牌の安全の優先です。サブローソー待ちでテンパイしました。本一は課金の漫画の1枚のテンパイです。ツモ数層で急層を切ります。エースとキングを抜いている対面からリーチが入ります。一発目は無筋の急層を積もり、対面に倍満を積もれると4万点を割ってサドンデスで難受となります。三層を積もることができました。本一赤金6000オールの1枚です。オーラス上がりきってこのゲームはトップで終了です。親番中でドラが初、ドラの初をポンして役を確定させて進めていきます。トーンが重なりました。6ブロックです。本一に渡ることもできますが打点はすでに十分にあります。想像のメンツが完成して金ウーピンを使い切れるようにリャンカンに受けました。リャンカンとシャンポンのイシャンテン、打点は跳ね回ります。赤ウーピンが重なりました。ピンズの上を残します。そしてウーピンがあんこになりました。トンとチュンのシャンポン待ちでテンパイです。テンパイしてすぐに積もることができました。ヤクヤクドラ7、バイマンの3枚オールの上がりです。上がって親番となります。親番中でドラは嘘を、キングを抜いてピンズが重なりました。自敗を切って進めていきます。神茶がエースを抜きました。3枚オールになります。ピンズのメンツが完成してカンチャンカンチャンのイシャンテン、リーチドラの手です。この局は対面がリーチをかけてつまがり、リーズも面本難ドラドラ、
倍満の1枚の上がりです。トンラスとなります。シャーチャでドラマチュン、3万6000点持ちの2着目で、トップが問い目で4万点です。エースキングジャックを抜きます。3枚オール2になります。これで上がれば条件クリアです。手配は2面2完成しています。一通のイーシャンテンになりました。カウンストが埋まれば一通が完成します。ペンカンちゃんの受けを残します。この曲は上がることができず、2フールをしているラスメの神茶が厄介のみで1000オールの上がり、サドンデスとなります。何です、なんちゃでドラがペイです。4万点を超えた時点でゲーム終了となります。3万点持ちスタートなので、そこそこサドンデスがあります。展望を意識した手作りも必要です。手配はチュンが統一になりました。悪くありません。想像のメンツが完成して、両面両面のイーシャンテンに行きます。ピンズが重なって完全イーシャンテンになりました。想像が重なってリャンウーピンの受けを残します。そしてチューンをポンして転廃、リャンウーピン待ちです。花がまだ1枚も出ていません。神茶からリーチが入ります。リーチ棒が出て5で上がれば逆転します。対面からも追いかけが入って2件リーチとなります。上がればトップの局面で押していきます。そして対面が掴んだ赤ウーピンで上がることができました。厄介ドロドロで4000の加点、サドンデスで競り勝って、このゲームはトップで終了です。次のゲームをお送りします。シャーチャースタートでドラマシャー、キングとクイーンを抜いてスタートします。クイーンはリャンハン待ちになります。手配は3と1です。ウーピンが重なってチート1のリャンシャンテン、神茶にエースを抜かれます。3枚オール2になります。ピンズのメンツが完成しました。メンツ手のタイヤも意識しました。5巡目に統一ができて、リャンピン短期でリーチをかけます。リーチチート1ドラ8の転廃です。神茶から追いかけられて親も追いつきました。3件リーチとなります。この曲は E ピンをつかむと宝珠となりました。8000点の2枚の失点です。トン2曲、なんちゃでドラは老僧、トンが重なって本一を見て急走から切っていきます。ピンズでターツができました。5ブロック揃って本一のリアンシャンテン、トンがアンコになってイーシャンテンです。イーペイコーか3アンコが複合する可能性があります。9巡目にメンツが完成して転廃しました。チーピンとキューピンのシャンポン待ちです。積もれば3アンコがつきます。トンをアンカンします。シンドラがパーソーです。普段はハイの見やすさを優先しているのですが、アンカンのし忘れをしたくないので、関西は右に置いています。ローピン3枚を右に並べました。積もってきた時に気づきやすくアンカンミスが減ります。リーパイ読みよりも自分のミスを減らすことを優先しました。どうしても相手の手配読みが気になる場合は低頻度でブラフリーパイを入れます。そして対面から追いかけが入って2件リーチのめくり合いとなりました。この曲は終盤にチーピンを積も、リーズもトン本一3アンコードラ、裏は乗らずです。6000一番の2枚オールの上がりです。トンラス親番中ドラはローピン、エースとキングを抜いてスタートです。3枚オールになります。キングは上がった時のチップが倍です。3万8000点持ちのトップ目です。トップ目ですが4万点を超えないとゲーム終了になりません。上がる必要があります。ソーズのカンちゃんが埋まってイーシャンテンできます。イーペイコーよりもバカゼのペイのポンテンを優先しました。ソーズで両面の受けができて広くなりました。ソーズが先に埋まった場合には関数ピンでリーチをかける予定です。ペイをポンすることができて役割のテンパイになりました。関数ピン待ちです。ペイニジニジドラドラの漫画のテンパイ、神茶からリーチが入ります。リーチを受けて押していきます。ツモチーピンで待ちを変えます。3ピンの方がドラに離れていて安全度が高いと判断しました。関数ピンは場に1枚切れています。この曲はローピンを積もることができました。ペイ2時2時ドラ3、親の羽マンで9000オール、2時2時はチップ4枚でキングの効果で倍になります。9000オールの8枚でトップで終了です。途中までは調子が良かったのですが、この日は後半崩れてしまいます。局面は終わらず2万6000点持ちの2着目です。高ハイパイです。 E ピンで1通が完成する3面ちゃんの形、倍満を上がると4万点超えで終了となる局面です。2巡目にイーシャンテンになりました。両面の受けができて3面ちゃんと両面のイーシャンテン、チーソーが対面の現物でシャーを切ります。
すると対面に泣きが入ります。自順にリアンゾが重なってこの順目の完全シャンテンです。倍満条件を満たすそうです。ジャックを抜いてイーハンアップしました。手配はドラ6のイーシャンテンです。一通にならなくとも免品ドラ6で条件クリア。しかしこの量刑が転廃しません。ずっとつもぎが続きます。泣くこともできず、イースーソーが場に6枚打たれてしまいました。ポン材を残しました。この手は結局転廃することができず、対面がつも上がりとなりました。このゲームはラスで終了です。親番中でドラは花牌です。ソーズで多発ができて、イーシャンテンとなりました。ピンズの受けが広くなりました。ピンフになる可能性があります。5巡目にソーズのメンツが完成して、リーチをかけます。対面に先生が入っていて、追いかけリーチです。リャンウーピンイーマンの変則三面ちゃんの手です。二剣リーチになって、しばらくつもりがついた後に、トイメンに白ポッチを引き負けてしまいます。バイマンの親かぶりです。シャーチャでドラが3ピンです。クイーンを抜いて、リャンゾが完全になりました。暗冠をして、シンドラが数層。2枚乗っています。手配はペンちゃんと両面のイーシャンテンです。9ピンが重なって受けが広くなりました。ピンズの形が伸びて、9ピンの問い落とし、3ピンは表ドラです。親からリーチが入ります。両面ターツができて受けが広くなり、自敗を切って目いっぱいに構えます。数層があんこになって現物のパーピンを切ります。そしてローピンが統一になってリーチ。面単ドラ8のウッパー層の両面追いかけです。倍満が確定しています。この曲はリーチの一発目にローピンを掴むと親の貫ローピンに報酬となりました。リーチドラ7で親の倍満2万4000を報酬して飛んで、このゲームは3着で終了です。40回打ち終わりました。着順が上から10、16、14です。マイナス79枚で終了となりました。前半調子良かったんですが、途中役満報酬もあってめっちゃチップ減ってしまいました。11月27日の16時から22時まで新橋のバットビートで打ちます。抜きドラに効果があってサクサク打てるスピードバトルの3人マージャンです。ではここで締めさせていただきます。動画最後までご視聴いただきありがとうございました。